あなたが自分はまだ若いなと思う時、それはどのような時でしょうか。まだまだ体力ある、まだまだ自分は若いなと感じる時、これはどちらかといえば嬉しい方のまだ若いという表現かなと思います。反対にネガティブな方は、仕事で失敗した時とか経験不足を嘆く時に起こりやすいのではないでしょうか。預言者エレミヤは後者の思いからまだ若いという言葉を口にしていきました。神様に信頼して神を信じて歩んでいたとしても、自分の力のなさを見させられては、なんで自分はこの働きを担ったのかと、そう戸惑うこともよくあります。私も今のこの働きを始めた当初、経験もなければ実績もないまま始まって、本当にですね、何をしたらいいかわからないという時間をよく過ごしていました。で、自分はこの働きに向いていないということも本当にたくさんありました。不甲斐ない自分の姿と比較しては余計落ち込む、そういった日々を特に最初の数年間は過ごしていたんですけれども、でもこの7節8節の言葉を見ていくときに、神様にとっては経験がないとか若いとか、そういったことは全く問題ではないということが分かります。私があなたを使うすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。自分の姿を見て嘆くエレミヤに対して、神様は自分じゃなく私を見なさいということを教えていったんです。神様のもとにどこへ行ったらいいかも、その答えがあり、何を語ったらいいかも神様が教えようとしている。そして神様は、この私があなたを救い出す、あなたを守る、あなたを助けると、神があなたの人生の責任を持つんだっていう励ましを与えていくのです。神様は私たち人をご自身の働きへと使わされるお方です。それはただ任せて一方的に頑張れって言って送り出すような使わし方ではありません。なお共にいて、私があなたに力を与えると、必要な助けを与えながら使わそうとされるお方です。そこで神様が求めておられるのは、与えられた働きをできるかどうか、こなすことができるかどうかではなく、私に従って生きるかどうか、そのことを主は求めておられます。人を恐れるのではなく、私たちと共にいてくださる神を恐れ、そして力を与えてくださるこの神に信頼して、私たちはこの地での歩みを続けていきたいと思います。